凍結した、ネシコとタンペレの町ネシコは、フィンランド南部、ピルカンマー県にある湖。湖面標高は95メートル。タンペレ地域における最大の湖であり、面積は256.12平方キロメートル。南北に細長い湖であり、南岸にはタンペレの町がある。南部からタンメルコスキ川が流出しており、タンペレの町はこの川に沿って建設されている。 タンメルコスキ川はタンペレの町を挟んで南側にあるピオハコに注いでいる。この川の水力を利用してタンペレには工業が発達した。湖の水質は林業から排出される汚水の量が削減されたことから改善されている。ネシコではクルージングが盛んに行われている。1929年には湖でクルージングを行っていた蒸気船クルが 強風により沈没し、138名が犠牲になる事故が起きている。冬季通常は2月から3月の間、ネシコはコメントを決する。ネシコは、ノルディックウォーキングや、クロスカントリースキー、プレジャーウォーキングに利用されている。湖中には、島が点在しているが、タンペレの町の北に灯台が設置されている、小さな島、シーリンカリ島がある。この島は、 ウォーキングの目的地としてよく使われている。ネシコの北側に流域があり、この地域には、ルオベシコ、クオレベシコ、ケウルッセルカコ、タルヤンネコ、ピヒラヤベシコ、トイスベシコ、アハタリコが存在する。なお、小惑星のネシは、ネシコにちなんで命名された。ありがとうございます。